皆さんこんばんは、ビーレジェンドカギタニです。今回はですね、また新登場しました。じゃじゃん、情熱のパッションフルーツ風味でございます。はい、では早速飲んでみたいと思います。まあ、この後ろの切り口から切っていきますね。はいはい、開けてみたいと思います。まあ、パウダーはこんな感じですね。はい、まあ、普通にサラッとした粉です。で、匂いは若干こうフルーツというかね、あの酸味、ちょっと酸っぱい感じの酸味がなんかもう匂いから分かります。で、ビーレジェンドシェイカーに 200cc の常温の水を入れております。すでにこれもスプーンすり切り4杯1杯、はい、4杯ですね。はい、では早速シェイクしてみましょう。これまあいつもの感じでね、まあローリングシェイクからの、まあ、シェイクということでやっていきます。まあ、こんなもんでいいかな。はい、で泡立ちは蓋の裏の溶けはこんな感じですね。で溶けてます。で泡立ちは少しありますね。これはこんな感じです。だいたい1センチあるかないかぐらい泡立ってますね。はい、匂いはパッションフルーツの匂いがもうすでにしてます。はい、では飲んでみたいと思います。いただきます。うまいわ、うまい。あのね、ベリーに近い味です。ベリベリベリーに近い味、ベリベリベリーに近いんだけれども、あのパッションフルーツね、食べたら分かると思うんですが、あの粒々を口の中に入れた時に、あの酸味が口の中にふわっと広がるじゃないですか。あれがもう忠実に再現されてます。甘い。ということでですね、ぜひ皆さん、情熱のパッションフルーツ風味、非常に美味しくできてますので、まあ、ベリーとの飲み比べとかね、甘いチョコとかバナナとかとの飲み比べとかぜひしてもらえればと思います。おすすめです。ぜひお試しください。それでは皆さん、さよなら。